人知学音楽とは、主にオイリトミー等の伴奏に使われ、霊界への参入を容易に促すように作曲された音楽のことである。歴史的には、モーツァルトのフリーメイソンのための音楽や、マテキ、ワーグナーのローエングリニア、パルシファルが先駆と言われ、主に悲儀的な音楽を指す。近代の具体例としては、エリック・サティがバラ十字団のメンバーを宣言し、 バラ十字弾のファンファーレや天国の英雄的なモニーの前奏曲などを作曲している。次に来るアレクサンドル・スクラービンは新知学音楽の神髄であり、その女だけでも3時間以上かかる神秘劇が厳選とされ、新知学から派生した人知学に思想のみならず音楽の分野でも多大の影響を与える。ナチス時代ではユダヤ人のビクトルールマンが挙げられ、実際に スイスのドルナハに亡命を試みたが拒否され、後に、ユダヤ人強制収容所で所演されたオペラ、アトランティスの王やアトランティス人の滅亡王等がある。また同じ条件のルディステファンのオペラ、最初の人類などもそれに属されると言われる。現在は主にこの分野を専門に作曲している、音楽家が存在している。日本在住では、オイルトミストのウサミ洋一が、 日本的な要素も組み込み活発な活動をしているが、藤井隆史の一部の音楽も人知学的と言われている。ドイツではもう亡くなった、カール・ロベルト・ウィルヘルムや、クリストフ・ペーターがいたが、前者は、優れたピアノの即興演奏のみで譜面という形では、残っていないので現在 CD だけで聴くことができる、だけである。次のカール・スルー・エオン大教授のペーター・ミヒャエル・リーム、ジャン・クレープ、 フリードバルトブリューメなどが本格的で、エアハルトカルコシカなどの一部の音楽も人知学のために作曲され、主にオイリトミーの伴奏に使われている。シュトットガルトのオイリトミストのディアーナ、マリア・サグボスキーナが主催する、動くオブジェのためのスタジオでは毎月これらの作曲家たちを集めた定期公演が行われており、大きな運動に発展する余地を残している。ありがとうございます。